いやー、切な気がしてきたよ。可能性、まあ、続きやっていきたいと思います。電車に乗った4人か3人で1人ハブ間違いだ、これじゃない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 、こっちだよ。まあまた名前忘れたけど、あの男の帽子かぶったハヤトか、ハヤト君のところへ行かなきゃってところです。この男に調べましょう、調べましょう、しら話してくれないね。わあ、マナーの悪いやつがいますね。なんで女子高生ってこんなにうるさいのかな。女子高生に限ったことじゃないけど、私たちも女子高生なんですけど。ああ、いや、この前の女の子はまあうるさそうやけど、後ろの女の子はまあ静かやけん許す。お菓子の空袋誰が吸ってんだろう。持ち帰ってくれなきゃ困るよな。いちいち突っ込んでるね。おら、喧嘩で、こら、お前ら、そこ座っとったら出るんだろうか、お前ら。なんで乗り降りの邪魔になるところに固まるかな。空いてるんだけど、座ればいいのに。まこと、何さっきからブツブツ言ってんの。ああ、なんか嫌なイメージにもらいましたね。ブツブツ言ってたら、ちょっと分かりますよね。あれ？ハヤト、いた。妙だな。いくら電車が空いてるからって乗客が一人だけなんて。しかもあの人、さっき僕たちと同じ車両にいた人じゃないか。そうなん、何か事件がありますね。なんか上にありますけど、何ですかあれは。黒いのがありますけど。ということは、最初この車両には一人も乗っていなかったことになる。確かに駅の停車した時、階段付近になる真ん中の車両には人が多くなるけど、事故が起きたんだから、ハヤトみたいに怖いもの見たさで来る人もいるだろうし。まさか、港へ出てしまった。何この名探偵。まだ事件も起きてないのに。いや、起きたけど、そこ推理するとこじゃないから。バカな。そんな人ばかりなわけがないし、それだったらドアが開いてるはず。注意を無視して外へ出る奴がわざわざドアを閉めていくなんて思えないし。どうなっているんだ。考えすぎです。お、あ、あー、わー、どうしたハヤト、なんだ。いやー、ちょっとどうなってんのよ。どうしたお前ら、向こうにも何か。どうしよう。とりあえず一人引いて、二人ともどうしたの。扉が開かないの。くそくそ、急げ、開け開けよ、開け、ごめん。こうだったらこんな扉ぶっ壊してやる。うわー、パワフルだね。持ちなさそう。ちょっと危ないって。じゃあどうすんのよ。向こうの車両いつの間にか誰もいなくなってるし、運転手も車掌もいないし。ちょっと落ち着こうよ。待っていれば誰か来るって。待ってられるか。あ、壊れたわ。ああ、大丈夫、足から血出てるよ。平気平気、中学校を見た時も一回家の窓割ったし、拳で。ああ、今のでもう主人公の好感度メーターは激下がり。もう出ませんな、この子は。え、向こうからかも。ん、向こうも。あー、わーわー、なんか来た。戦いましょう、戦いましょう、こんなん。戦ってやろう、戦ってやろう。ホトトギス。あやなは叫んだ。クランは叫んだ。叫んでばっかじゃないか。直接攻撃じゃ、みんな。あ、直接攻撃じゃ。あ、クランは叫ぶんだね。カナちゃんはちょっと怖いんだね。これ他に何かあるかな、特技とか。ああ、叫ぶとかある。油断しないで一気に行こう。敵をよく見て、絶対負けない。なるほどね。よくわからんけど叫べ叫べ。よくわからんけど、まあとりあえず攻撃したら使わせるってことでしょ。特技で
ガンガン行こうぜ的な、一気に行こうぜ。攻撃力上げよう、攻撃力。ガンガン行こう、ガンガン。攻撃力重視でバンバン言えばいい。殴れ殴れ、みんな。あ、でもなんか知らない。よっしゃ、倒した。怪を倒した。消えた？今の、何？お、誰か来た。だ、大丈夫ですか？誰か来ましたね。いやはや、びっくりしました。扉を開けたらいきなり受け入れがたい光景が。しかしあの怪物は一体何が起こっているのか。そういえばハヤト、さっきの叫び声何だったの？ポカンとしておりますね。別に大したことじゃねえや。彼に比べるもな、いつの間にか横のガラスに赤い字が書かれていた。赤って血？知らねえや、後で見とけや。とにかくこんな不気味なところは早く出ましょう。2両目の扉は開いていましたから。最後尾には車掌もいるはずですし。でも1両目の扉も私たちが通ってきた時は開いてたんだよね。確かに。ドア壊したらまた怪物が。何びくついてんだよ。何って、ハヤトは怖くないわけ？怖いわけねえだろ。おどおどしとってどうしようもねえよ。おっと、勇敢だこの子は。しかしこの勇敢が後であだになるかもしれませんよ。見てくりゃいいんだろ。お前らがビビってたら俺が行く。ついてくんなよ。ああ、これは死亡フラグですね。もう典型的な死亡フラグですね。さっきは思いっきりさっき叫び声上げてたくせに。怖くない、怖くなんかないぞ。扉が開いてるかどうか喋るだけだろ。簡単じゃねえか。ドドスコドドスコレンレンレンドドスコドドスコ。なんか動いてるね。ガーか、虫が飛んでる。電車の光に集まってきたんだな。そこで当てる暇はありませんよ。生物部さん、生物部さん。あれ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 、おっとか。平岡の平金、向こうには人の気配はないな。おいおい、マジかよ。ここにいてもしょうがねえ。さあさあ戻ろう。帰れ帰れ。はい。で、無実機関死亡フラグ立てばいいには全然死亡フラグっぽくなかったね。やっぱり開かなかったか。閉じ込められた。どうしようどうしよう。落ち着きなって、大丈夫だよ。まだ。まことな、何腹減ったよ。何よこの非常時に。バカにすんな。血糖値が低いぞ、思考が短絡的になるぞ。あ、お前血糖値が高くても思考短絡的なんじゃないかな。そう思うんやけどな、俺と視聴者さんは。多分多分言っちゃった。じゃあ川の中の飴食べればいいじゃん。うん、そうか。飴玉10個手に入れた。飴玉10個も用意してたんだ。学校にお菓子とか持ってきたらダメなタイプじゃないのかい。ん、なんでそんなに持ってんの。ハヤト、飴を溜め込むのが趣味なんだ。一番古いのが小学5年の遠足の時に買ったやつだっけ。絶対に賞味期限切れてるぞそれ。食ったらゲローってなるやな。もしゲローってやったら編集でモザイクかけてやるから心配するな。食べられんの。うん、もうちょっとちゃんとした食べ物の方がいいよね。あ、私も少しな食べ物あるよ。え、言ったでしょ、今日文化祭だったんだよ。安かったから売れ残りを私が全部買ってきたの。まあ本当に少しだけどね。何がいたのこれ。何頭何頭。これでまんじゅうとでも読むかな。全然漢字好きなんだけど分からんけど。とあと缶ジュース2本。足りねえぞ、人数分ねえぞこら。そういえば自己紹介がまだでした。はい、私は難しい漢字使わないでください。読みにくいんですけど、まさしって読むんやな。とこざお、とこ、まあ、いや、まさしでいいよ、もう。まさし、
東南線の運転手をしております。運転手なの？てか大人なん？高校生ぐらいに見えたけど。まあいいや。今日は休暇を取っていたので、飛距離の乗客にすぎませんが。なるほどね。とはいえ、社員の一人として皆さんにご迷惑をおかけした責任はあります。一刻も早く皆さんを解放しますので、どうぞご安心ください。はい。怖がらせてしまったお詫びです。私の夜食ですが、よろしければどうぞ。おにぎり3個、牛乳1本を手に入れた。この中で牛乳嫌いなやつ、いないね。さてと、では、さっさと脱出しましょう。どうやって？ガラスを割ります。ええこれ以降怖くて電車に乗れないなんてことがあっては困りますからね。ガラス代は会社が払ってくれますよ。そうでなくても私が払いますから、皆さんは心配しなくていいですよ。優しい人だ。そんなことをしなくても大丈夫。私、大学の頃ボクシングやってまして。うわぁ、パワフル社長さんですね。タオルを巻けば物語らずくらい。そういうことじゃなくて、危ないですよ。皆さん、近づかないでください。せーの、ストレートストレート。え、明らかに変な音が聞こえましたけど、どういうことですか？え、車掌さんが、まさしさんが真っ黒クロスケに、真っ黒クロスケ出ておいでとか言った覚えなんですけど、え、もう、目の前が何が起こったか全然わかりません。触るな。え、触ったら、お前も死ぬかもしれないぞ。なんなの？何が起こってるわけ？そんなの、僕が教えてほしいよ。そうだよね。ごめん。感電死か？え？黒焦げになるなら燃えたか感電したかだ。でも、人体を一瞬で炭化するほどの熱だった。俺たちもただでは済まなかったはずだ。すぐに近くにいたんだからな。だったら高圧電流を流し込まれたと考える方が現実的だ。空気は電気を通しにくいから、俺たちが被害を受けなかったこともうなずける。え、でもそういうことですか？入ってくるなお前。ガラスの中に導線が通ってるだろ。あ、窓を配らないようにするためのものですよね。それに触れたからってこと？この電車ってそんな危ないもんついてんのかよ。そんなはずはない。そんなはずは、一瞬で黒焦げになるほどの高電圧なんて電線に流れてるものよりも。だよね。お客様にご連絡もいたします。アナウンス。ただいま警察が到着しました。今のところ1時間は再開の目処は立っておりません。くれぐれも外に出ないようにお願いいたします。お急ぎのお客様には大変迷惑をおかけしております。ふふ絶対迷惑かけてないっていうイメージですね。人の声。やっぱり人がいるんじゃん。助かるよ。あーとは蹴飛ばぶち破るんじゃなかったな。一つの希望。でも僕はそれに対して嫌悪を感じた。平坦な語り口。こっちは人が死んでるんだよ。そうだよな。騒いだってどうにもならない。とにかく外に出ることだけを考えよう。生きて窓ガラスを壊す以外の方法を考える。それから怪物がいるんだろう。武器になるものが必要だな。傘は持ってるけど、こんなもん役に立つかな。よし、じゃあ探そうぜ。探そうとしてないじゃん。探そうとしてないじゃん。てか、EW しっぺ、お前何くずいてんだよ、お前。おい。あ、探してたんだな。ごめんごめん。これとかどうよ。英和辞典。和英辞典を手に入れた。あ、結構お前真面目なんやな。これで殴ったら結構いいだよ。なんだよ。どうせ俺は補修組だよ。補修のタイプなんだ。自主ベテルで補修だったんやな。残念。
お前には呆れたいよ、残念。お前は何か見つけてか、おい、お前。一体何が起きてるんだろうね。あ、そんな、落ち込むな。あと1時間待てばいいだろ。この人、さっきまで生きていたのさ。あ、そっちやな。そうやな。あの人何だったんだろうな。真っ黒黒すけ出ておいでって言わずに出てきたな。わかんないけど、何よりもまず、自分たちの身の安全を考えないと。ところで何かあった？私たち、またまた文化祭で来たからな。何にも持ってきてないんだよ、ね、まあ、いいよ。食べ物を提供してもらったし。お、そうだ。これとかどう？ブリキの箱。ああ、風の部分が痛そうです。文化祭で小銭入れるのに使ってたんだけど、硬いからいいかも。うん、ありがとう。おい、人見知り。何もないの。ごめんね。別に謝ることないよ。うん、ごめんね。だから謝らなくていいって。かわいい、かわいいから許す。ちょっとお腹手見ないでよ。焦ろうなんて思ってないよ。ああ、そういうタイプ嫌いですよ、私は。武器が少なすぎる。もっとこっちで何とかできないかな。なるほどね。何とかする前にとりあえず成功させていただきましょう。というかここで終わりましょう。はい、というわけで今回のパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。週上げ。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。